しっかり揺れてございまして、こんばんは。嘘プリンくん、なんか鼻がむずむずする。何をしてお過ごしでしたか、今日は。皆さんサンデーでしたけど、写真のストーリー、写真の設定、あーあー、ありがとう、かわいい、あれ、うんうん、やっとセブンでビューティーぐらい来た、ありがとう。オッケー。お友達と15時から電話してる。すごい。あと3時間したら12時間じゃん。こんばんは。お仕事でした。お疲れ様です。皆さんは要件があるときとかさ、どっち派ですか？電話か？メッセージか？なんか言わんといけんこととか、例えば遊びに行こうって言っとって、そのことについてちゃんと決めるときとか、明日遊びに行こうって言って、じゃあ連絡するわって言って、どっちにするか。軽いものはめっちゃ重要なのでは。まあ確かに。でもなんかさ、電話の方が全部楽だからみたいな方もいらっしゃるじゃないですか。なんか文字打つのめんどくさいから電話みたいな。私もメッセージ派かも。電話は発声練習しないと。確かに見返せるっていうあれがあるのね。電話って。緊張するよね。メッセージだとじれった。本当。本当。トロブさんとかと電話するときだって緊張するもん、私。
お、鍋さんお誕生日おめでとう、おめでとうございます。イエイおめでとう、おめでとうございます。村のよりも音声配信やればいいのに。いやね、そうなんですよ、ほんと全く同じことを思ってる。音声配信とか動画送れたりね、絵文字がつけれるようになっただけでめっちゃ嬉しかったけど、前まではさ絵文字もつけられなかったから、なんか頑張って可愛い顔文字探したりさしてましたもん。ポツ音声だなってきそう。そうかな、やっほーおはようみたいなのでもいいんでしょ。だっておはよう、起きてるかーいって。鬼滅見てない。メールを取ってくれてるからこそ送れるというかさ、っていうものもあるじゃない。ポムポムプリンですよ。限られた方に、なんかね、わかるやろ。どっちもいいと思いますけどね。私は限られた方っていうか、この撮ろうって思ってくださってる人だからこそ送れるっていう気持ちがある。おはようとか、ちょっと全世界に配信するのは恥ずかしいかもしんないって感じかな。まあ人は価値観違いますからね。そうじゃない人もおる。ショールームは全世界配信じゃん。そうですよ違うじゃん。おはようっていうメッセージを送りたいっていう話だから、っていう話だから。今は全世界配信かもだけど、全世界配信をしたくないって言ったわけじゃないんですけどね。挨拶っておはようとお休みが2台前。確かに。お疲れ様は
お疲れ様は挨拶じゃない？どうなんじゃ。愛してるは挨拶じゃないやろ。ごきげんようとかは挨拶か。久しぶりもグッとくる。おえー。芸能界はいつだっておはようございますなんでしょう。でも2回目あったらお疲れ様です。お疲れ様ですってなんなんじゃろ、ジャンルで言うと。ごきげんよう上品に。誰だって言われてなんでまたねって言葉めっちゃ好きなんですよ。あーわかる。次が約束されとるっていうかね、またがあるっていうことだよね。またねは切なくなっちゃう。そうなんですか。バイバイの方がいい。また明日で終わる。今日はいい。歌詞みたい。またねの広島弁ってあるんかな。またねってあるんかな。分からん。去り際の広島弁はほいじゃあね、ほいじゃあまたね、またねはあるんかな、ないか。それではっていう意味ですね、ほいじゃあ。あ、歌詞なんか。水曜ラストのツイートとかでまたねって言われると切ない。まあそれはね、でもそれは卒業ラストじゃ建設ないんじゃろ。お話し会でさ、またねーっていうのとバイバーイっていうのだと、さよならーと、またねー、うん、出すはいい言葉ね。そうですよね。うん、津軽弁だとヘバね。すごっ。なんでじゃろ。初見で、初見だと絶対わからんね、ヘバねって言われても。どういうこと。話し会で道にまたねって会えたらちっくりちゃったありがとう。
もうこんな時間だ。みんなまたね。それではラジオ見ます。13位ナイストゥネキさん、12位キヨさん、11位キミさん、10位ナベさん、9位ホジェさん、8位シロアニ使いさん、7位ブルーさん、6位クボテツさん、5位坪ユウスケさん、4位イオリさん、3位マサさん、2位ミーさん、そして1位はトゥルルンジちゃん、ナッカンさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はトゥルルンジちゃん、コシヒカリさんでした。ありがとう。はい、じゃあまたね、あの方またね、バイバイ派の方はバイバイ、おやすみの派の方おやすみ、ゆっくり休んで派の方ゆっくり休んで、いい夢見てね派の方、いい夢見てね、いい夢見てね、バイバイ、また明日、あ、おやすみっちゅう。へい。へばねー。